はい、というわけで今回はこちらですね、日産のキャブオール1900というものですね。これは日産のキャブオールというね、車でございます。で、それが こちらになりますね。で、これは、日産のキャブオールで、日産のブランドとして初の、キャブオーバートラックとしてデビューしましたのがこのキャブオールなんですね。で、初期の C40 系がデビューが1957年、ベースとなったのはジュニアで、使用するフレームはジュニアと同一であると。で、ボディのバイやトラックは用途に応じて様々な加工が与えられ、昭和30年代を所狭しと駆け回った、んですね。で、エンジンは57馬力を発生する直四が、まあ、搭載されていたと、いうことでございます。まああのね、確か昔キャブホールってこうね、おじさんって言われたんですね。ある意味おっさんって言われた車で、まあ、非常にこのおじさんに似てたというね、顔がおっさんの顔してるという、まあ、そういうことからしておじさんっていうね、言われていた、時代があったみたいで、まあ、確かにその顔を見るとね、確かにこういうおじさんいるなっていうあのお感じはね、しますけども、まあなかなかそのユニークなのね、一度見たら忘れられないようなすっとぼけた顔しておりますね。で、だからといって別におじさんがすっとぼけてるとかそういうわけじゃないですかね。ただまあこういう車であって、これはね後期型じゃないかなと思いますね。で、当時はこうホロがねこうついておりまして、まあこれを取り外すとこうやってなっておりまして、ここに荷物を積んでこうやって配達してたんですね。でこういう風な車がありまして、昔は結構ねこういうすっとぼけた車がね結構たくさんあったんですけども、今はねこういうすっとぼけた車がなくなってしまいまして、それがある意味ねこう残念だなって思うところありますね。昔みたいにこう個性があってね、一度見たら忘れらんなんねえよっていうぐらい、それだけやっぱりすっとぼけた車がねどんどん出てくれないとね、やっぱこう寂しいものだなっていうのをねこう感じる、まあそういったね、車になっていて、まあなかなかこう時代を感じる車ではないかなというふうなのを感じますね。というわけでどうもありがとうございました。